さあ今選手がピッチに姿を現しました。 J2 への復帰を目指すこのところ好調の両チームです。岩手グルージャ盛岡、まもなく前半のキックオフです。今キックオフがされました。岩手のキックオフでスタートです。オタボーケネス、藤村、ボールを要求していたのは湯気、そしてその湯気を経由して宮市のクロス、シュート、おー決まった、和田だ、和田がまたこの試合も決めました。ワンタッチで放っていきました。見事なゴールでした。ゴール右隅に進めたという格好になりました。アディショナルタイムは目安2分です。パス設定、西、そしてオタボーケです、決まった、最後はオタボーケネス、オタボーケネスが沈めました。このルーズボールは斉藤が拾います。ただ他の野村を収めて米原に預ける。さあそして藤村、藤谷、そして小松へシュート、決まった、決めた、小松今シーズン17ゴール目。今のシーン、藤谷から下げたところ、米原のこのクロスでした。これがピタリと、ファーサイドヘッド、決まった、決まりました。最後甲斐でしょうか、ファーサイド頭で沈めていきました、はい、倒れましたがノーファール。さあ行く、鏡のシュート、決まった、4点目岩手、鏡2試合連続ゴール。滝のクロス、そのままキーパーの丹野です。ここで笛が鳴りました。タイムアップです。